ジュゼッペ・ガブリエル・バルサモ・クリベリ。ジュゼッペ・ガブリエル・バルサモ・クリベリは、イタリアの植物学者、動物学者、古生物学者である。ミラノの貴族の家系に生まれた。パビア大学で医学を学び、1824年に学位を得た。1837年には、動物学の学位も得た。ミラノの高校で、博物学を教えた。1827年から1851年の、 間、ブレラ植物園の園長を務め、1852年からパビア大学の鉱物学、動物学の教授となった。1852年からパビアの自然史博物館の館長も務め、博物館の動物学のコレクションを充実させた。植物学の分野では、コケ類や菌類を研究し、イコに山遺液を起こす白胸菌を記載した。 種商名のバッシアナは、イタリアの昆虫学者、アゴスティーノ・バッシーへの懸命である。後に、動物学に転じナポリ湾の水生動物を研究しとげかエビ科レプティステリアでの新種の動物、イエレプティステリア・ティシネンシスを発見した。1850年頃から地質学、個性物学にも興味を持ち、1830年に、 コモコで発見されたノトサウルスの種ナセサウリアーズ、ラリオサウルスを記載した。三条機の海生爬虫類、ラリオサウルスの種、ラリオサウルスボールサミア、菌類の俗名、ボールサミアに懸命された。ベルツ、クリブは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジュゼッペ・ガブリエル・バルサモ・クリベリを示すのに使われる。ありがとうございます。